こんにちは、セレクト鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今回の作業は、このアクア、グレードの低いアクアだったら、このアシストグリップって言って、こうドアを開けた時にこう持つところがついてないんで、これを取り付けしたいと思います。どうぞ。はい、じゃあね、ちょっと中を見ていきます。フロントはこれですね。ここについてないところがあるんで、こう外れない、こんな感じ。フロントはこれ、パチッと部品を買ってはめ込めば取り付けできますね。で、問題はこのリアなんですよ。ここにも取り付けれそうな枠はあるんですけど、穴が開いてないんで、これをちょっとどうにかつけてくれっていう依頼があったんで、ちょっと今からちょっと考えてみたいと思います。多分ね、この裏にはこんな前の感じの穴が開いているステーがあると思うんで、ちょっと見てみます。ああ、ありそう。見えるかな。画像では見づらいかもしれませんが、ここですね。これが後ろ側で、こっちが前側、ここにあります。見えるかな。うん、このステーですね。うん、多分そうだな、これは。よし。はい。予想を立てて、なんとなく、この辺りに、まあ、2つ開けてもいいんですけど、なんか僕的に、ここと、同じ寸法なんじゃないかなと思うんで、これでちょっと、型紙を取ってみたいと思います。なんかちょっと不細工やな。まあでも、ここやね。よし。ちょっとこれを合わせてみましょう。うん。めっちゃしっくり合う。いけそうやけどな。これでちょっとここを切り抜いてみたいと思います。では切っていきます。こんなもんかな。よし、ちょっと一回合わせてみます。あ、ぽいね。ぽい。ぽいね。いけるんじゃない？うん。ちょっと新品の部品はあるんで、ちょっと今から合わせてみたいと思います。取り付ける部品はこれですね。グリップアッシーアシスト。アシストグリップです。
これもフロントだったらこうパチンとはめたら完成の部品ですね。はめるんかな。あ、もうフロントやったら押し込んだらつきますね、これ。こんな感じ。うん。これもうパチって押すだけですね。ということはやっぱり同じ感じかな。ここやろ。ここの真ん中で。いけるんじゃない？めちゃくちゃつきそう。うん。ちょっとね、怖いんで、ちょっと小さめに一発穴を開けたいと思います。じゃあ開けていきます。あ、あるわ鉄板。うん、あ、いけそう。ちょっと大きめに切ります。内張り切るときはカッターがビュッて走るんで、すごい気をつけてください。フリップダウンのときとかもね、天井切るときにね、結構神経使うんで。はい、もうちょっとですけど見えてきましたね。ちょっと上ぐらいまで行っても大丈夫かな。うん、見えましたね、この穴。これ前の穴と同じですね。これが後ろにもあるんで、あとこっちもやっていきます。はい、切り終わりました。どうですか。もう純正にそっくり、賛否両論あると思いますけど、まあね、だいたい同じぐらい、下がちょっと奥が見える感じなんと、ちょっとこの切り欠きより上がちょっと切ってるっていう感じで、ほぼ同じ寸法に切れました。これで取り付けをしてみたいと思います。これは内側に行くんだな。そのまま押し込めばいいんやな。これクリップになってて、パチンと押し込めばいいはずなんですよ。やってみます。おお、できた。あ、いけてるわ。純正やん。うん、いけとるよね。あ、いけとる、いけとる。いけましたよ。こうやってつけるよね。なるほど。これで後部座席の人もね、こうやって降りれますね。まあ、この方はね、ここに釣り竿を積むみたいです。ご視聴ありがとうございました。これからもね、こんな変わった動画とか、どんどんアップしていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。よかったと思ったらね、グッド評価とかチャンネル登録やコメントお待ちしています。